ハーフアップ好きの方、このやり方は覚えておくべきです。皆さんこんにちは、渡辺です。今回は誰でも簡単にバランスよく決まるハーフアップアレンジのご紹介です。普段ね、お仕事だったりとかね、ハーフアップされてる方も結構多いかなと思うんですけど、ただね、こうワンパターンになりがちだったりとか、あとはちょっとヘア癖をつけないとあんまり決まらないっていう方も結構多いかなと思います。まあそのやり方でも全然いいんですけど、例えばね、今日のこのやり方だったらヘア癖なしでゴム2本でこんな感じでね、ちょっとこなれ感が出るようなアレンジになります。まあ、こういったねテクニック、ゴム2本あれば全然できますので、まあレパートリーとしてぜひね覚えておいてください。それでは早速動画をどうぞ。ではやっていきます。まず表面の髪の毛を取り分けます。だいたい取り分ける位置は、こっちが前だとしたら、この表面の部分ですね。で、耳あたりぐらいのラインまで取り分けて、ちょっと下向きにゴムで結んでいきます。次にサイドの髪の毛。だいたいこう襟足の部分は残して、横の髪の毛とこの辺りですねを両サイド後ろに持ってきて、この一つ目の結んだ上でまたゴムで結んでいきます。でこの時にね、ここの髪の毛、下の髪の毛と一緒に結びがちなので、髪の毛ね、細かい毛をしっかりと溶かしながら結ぶようにしてください。で、このサイドの髪の毛を一度くるりんぱして、で少しね、このゴムをずらしながら下に1回転、どちら向きでも大丈夫です。回転させます。で、回転させたこの輪っかの部分に下の髪の毛を通す。これでゴムがしっかりと隠れます。で、この通したサイドの髪の毛を毛先をこう両方でグイーッと引っ張ると、こんな感じで可愛く固定されます。で、ここら辺からはお好みなんですけど、このサイドの部分にくるりんぱしたところを少しだけね、ちょっと広げるような感じです。そんなになんかこう凹凸出さなくてもいいかなと思うので、ピシッとしてるのがね嫌な方に関しては、なんかちょっとこう広げるぐらいで可愛くなるかなと思います。で、あとね、この辺の部分、やっぱり絶壁だったりとかトップにボリュームがねない方に関しては、丸みをつけるようなイメージで、ここもね、あんまりこうこまめに引き出すっていうよりも、こういう風にね、ちょっとゴムの部分を押さえながら丸みを出すようなイメージで引き出してあげると頭の形が良くなります。あとはね、全体的にバランスを整えて、まあお好みでね、こう最初に毛先巻いててもいいんですけど、まあ後々にね、こう余裕がある方は最後にバランスを整えながら巻いてもらって、綺麗に止まってればこんな感じで完成です。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。ポイントとしては、まずね、表面の髪の毛をちょっとね、まあ耳あたりぐらいの位置でゴムで結んで、でサイドの髪の毛を後ろに持ってきて、で結んでくるりんぱしてひねって下の髪の毛に通してギュッとするって感じです。でそうするとね、もうそれだけでも結構おしゃれに決まります。ゴムが隠れて、で、あとはお好みでね、ちょっとこうピシッとしてるのが苦手な方はね、少しこう広げるような感じ、あんまりね凹凸を意識すると結構ね難しかったりもするので、広げて緩めるようなイメージでほぐしてあげると結構形綺麗に決まります。で、まあ、お好みでね、この辺ちょっとまあアレンジをやる前に巻いててもいいですし、
あのアレンジ終わった後にちょっとお好みで巻いてもらってもおしゃれに決まるかなと思いますので、まあ、このアレンジね、結構個人的には、これからの季節使えるかなと思いますので、ぜひ皆さん覚えておいてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。